はい、裏拍指導の感覚に、自分の脳みそをしようと、思ってる時に、まあ、あのガキクケコじゃなくてガキクケコとか、あの、まあ、そういう練習をしつつ、ギターを弾く時に気にしながら弾いてたことがあるんですけど、それはあのこのギターが鳴り終わった後に全て感覚を合わせていくという、脱力したところでもし 数を数えるならば、数があるとすれば、リズムというかコンパスじゃなくてリズムがあるとすれば、この、弾き終わって脱力したところに、リズムがあるんだということで、もう例えば細かいフレーズを弾いた時、一個一個の音全てにそう考えてたことがあって、それが、弾いた後に合わせていく。だからつまりは、親指でこう弾く時も6弦を弾くんじゃなくて5弦にアポヤンドするという、しながら練習していったら、自然に身についていったというか、裏拍指導が簡単に入るようになったんですけど、頭に、まあ、アルペジオの方ですね、アルアイレであっても、この親指ポッコリのところにアポヤンド寄りかかるんだ、ここが数えるのであればここ、自分の出したい音があるとすれば弾き終わった後という考え、未完この中に入ってるんだけど、最後の4弦弾いたのも3弦にアポヤンドするためにのあくまで通過点という考え方。例えば、アクセントをつける音とつけない音で、ちょっと極端に、例えばそれ、あのコンパスがあるとすると1、2は弱いわけじゃないですか。でも弱い音は弱い音なりに弾いた後にこのぐらい脱力したところが1、2で、3は均等ですから、基本的に弾き終わった後は基本的にメトロノームという考えでやってるので、1、2、3、この3よりもアクセントのある音なんで、弦をいっぱい弾きたい。で、強い音を出したい。強い音っていうのは早く振り落とすことで大きい音に聞こえるんですけど、あ、また何を話したか忘れちゃった。あ、とにかく、1、2、3があったとすれば、3の結構前から弾かなきゃならないっていうことになるんですけど、まあいいや、ちょっともう一回やってみますね。とにかくこの弾き終わった後がメトロノームになるんだと思って、まあ今のも全部細かいラスギアードも全部弾き終わった後、今のパーンもそうですけど、今これ やりましたね、これ例えばっていうフレーズがあったとすると、全てアポヤンドする感覚で、1弦は1弦を弾いた後に0弦があると思って、そこにアポヤンドしてから脱力するという、これはまあお腹の力とバランスをとってやってるんですけど、
ーションもそうですね。あのウーノとストレス1、2、3、あ、1、あ、違う、表でやると、あ、裏からやろうか。1、2、3、4、5、とにかく弾き終わった後にメトロノームが鳴る、均一ですよってことね。の行為動作だと思って、そう、RI 連の時も一緒、この弾き終わったところに目標があるっていう感覚で弾いていくと、最初のうちはどうしてもこう弾くところをすごく意識して、早くなるべく早く振り落とそうとしちゃうんですけど、それってやっぱり良くなくて、あの弾き終わった後の方に感覚を持ってきたいので、弾く場所は弾く瞬間はあんまり関係ない。やっぱりこのそれやだったら、それやだったら1、2、3が大きい、ね、これはあの大きく回った分ギリギリまで引っ張って、ここすごく速くしなきゃならない、この感覚があれば3はなるべく速く下ろすっていう感覚じゃなくて自然にできると思うんですね。あ、ちょっと今ダメだ、意識しすぎました。16分音符とか8分音符に聞こえる音っていうのは、あの裏拍指導のあのズルズルズルと引っ張ったところの中で行われてるっていうのをちょっと意識してもいいかな、まだいいかな、まあ、一応言っとくと、例えばあの3拍ごと、ってやってるんですけど、これ時々これあのすごい難しいんですけど、あの落とさないで、この表に落とさないで、ゴルフとかしないで、ここまで、あ、違うかな、ちょっと分かんないけど、これが非常に難しくて、腹の力だけで弾くっていう、ゴルペで落とすことができない。あ、何を言ってるんだ、例えばさっきやったのだと、これはまあ3拍ごとに落ちてるんですよね。ちょっとフレーズが違ったね。まあ、これ最初ギター始めた時は
すごい簡単そうに聞こえたんですけど、あのモライトとかがの、あの実際見たらすごいなんかね、すごいこう体を引き上げて弾いてるなと思って、すごい難しい、あの裏拍指導になってからはすごい難しいことだったんだなと思って、また何を言うか忘れたんですけど、あ、そうそうそう、基本的に裏拍指導の音っていうのは、例えば1、2、3、1、2、3、1にアクセントをつけて2、3はちっちゃくって、まああんまりないですけどね、まあこういうセブジャーナスとかファンダングの基本になるリズムもあるんですけど、これはあの表拍指導の感じ、感覚の時にはあの跳ねて聞こえる、タッカ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 って聞こえてると思うんですよね。あのそれはなんでかというと、みかん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 、うどんうどん、みかんうどんうどん、みかんみかんみかん、こういう理屈だからこそ跳ねてるんですけど、あの例えばブレリアでヘレスはあのすごい跳ねてるよねとか、そういう議論を交わされる時に言ってる跳ねてるではなくて、フラメンコは基本的に跳ねてるっていう考え方です、裏拍指導は。でも感覚的にずっと跳ねてると面白くないっていうか、なんか変ですよね、阿波踊りみたいになっちゃうっていうか、だからそこは跳ねないところは8分音符とか16分音符みたいな均等なので繋いでいくのもあるし、アレグレスとかね、これも跳ねてますよね。また何を言おうとしたんだっけ、そうそう跳ねない音符っていうのはもう気分次第でそこにグッ、ダメだな、これも動画を公表しながら説明したいと思います。例えば、わざと跳ねないで弾くところに気持ち良さがあったりして、例えばね、ダメだな、体幹の筋力が落ちてますね、こんなことじゃダメですね。とにかく16分音符8分音符は難しいっていう話じゃなくて、なんだっけ、あ、弾き終わった後にカウントする、とにかく弾き終わった後に感覚を持ってくるっていう、例えばで締める音があったとしたら、結構多くの人がダララダララランダララランってやっちゃいがちなんですけど、この弾き終わってもここまで上げたいんだったら、ここのために通過点のあれがダララスギアドがあって、この音のないところに向かってフラメンコが進んでるっていう考えで、なんていうの、歯切れをよくっていう意味とも違う、難しいね。
サプはできないんですけど、あの練習中です。うまく説明になったかな。とにかく弾いた後に合わせていくっていうことをちょっとやってみてほしいなと思います。全部そう、全部弾くとこじゃなくて、ちょっと振りかぶってみかんのあたり